15年前のある夜に起きた事故、それがこの物語の始まりだった。新蒸気、大気圏を離脱、無事コンピューターの計算軌道に入りました。新蒸隊員、本日は快晴、無事のご帰還お待ちしております。大吾、実はお前に頼みがあるんだ。全然見れなかったのよ、責任問題だわ。そんなこと言われたってさ、せめてまやちゃんを一目だけでも見たいの。あっ、はい、乗って。まや、次分かってる。はい、押さないで、ここまで、ここまで、ほら。はい、行くよ。なに、ずいぶん眠そうね。まゆみちゃんにライブ付き合わされた。まゆみさんとデートしたんですか。代打だよ、新庄隊員の。そう。で、誰のライブに行ったの。クルスマヤ、みんな知らないでしょ、ね、なんやって。なんで俺も誘えんの。見損なったで、大吾。堀井さんは熱狂的なクリスチャンなのよ。クリスチャン、アホか、クリスチャン。大吾ったら何にも知らないのね。今やクリスマヤの人気は異常なの。これは立派な社会現象。どうしたら宗教かな。こちら新庄、これより3回目のニューマキシマ指導テストを開始します。なんだよこれ。本部、何事なの。テスト機に異常事態、コンピューターのコース離脱、どんどん流されてきます。通信回路は呼び出していますが応答ありません。誰もが絶望という言葉を意識し始めた時、奇跡は起きた。しかし、もしもこのまま目が覚めなかったら、回収されたボイスレコーダーにこれが。歌？またあの夢。第五隊員、私はこの星を守る任務についていたのか。新庄さんはガッツキっての熱血感でしょ。地球は戦争をしているのか。いえ、でも侵略者たちがこの星を狙ってますから。侵略者。あまり一度に考えすぎない方が。堀井さんがこれ持ってけって。クリスマヤのディスクです。
未確認飛行物体接近、ステーションデルタの防衛ラインを突破。目標に接近、遭遇まであと40秒。こっちのラブコールに返事は？応答なしです。反撃や、ダイオ、もっと右に回り込め。了解。どうした？ファンだと思うんですけどね、マヤちゃんに合わせろの一点張りでも朝から50回も電話してきてんですよ。そんなことうまく処理しろよ、お前。もしもし。頼む、彼女に会わせてくれ。どうしても彼女に伝えたいことがあるんだ。あのね、マヤは疲れてるの。ファンといちいち話してる暇なんかないの。そのぐらいわかるだろう、常識で。大体あんた誰よ。私は彼女の兄だ。完全にイカれてるわ。マヤの兄だとよ。兄？私の兄、本当にそう言ったの？不安だったらマヤが一人っ子だってことぐらい調べとけってのな。やめてくれ。新庄隊員が消えた？どうも自分の意思で抜け出したみたいで。お兄ちゃん、クルスマヤに会いに行ったのかも。クルスマヤに？マヤ、次はね、テレビ毎日の生、それが終わったら麻布で萩の人の会食、もしもし10時にラジオで15分のトークを1週間くださいね、はいはい、今日も頑張ってくよ。はいはい、16日、おい、誰よ。吉田さんです。吉田さん、ここだ。前、もしもし、吉田さん、ここにいる。誰？なんとかする。じゃあそういうことで失礼します。マジ16日余裕ないでしょ。大丈夫だったよ、お前。なんで、全然もう何年マネージャーやってんだよ。迎えに来たんだ。マヤ！あれ見て。いた。本当に私のお兄さんよ。あ、君を迎えに来た。迎えに？どこから？僕とマヤが生まれた星。カップ止めてくる。待って、少しだけそっとしておいてあげませんか。あゆみちゃん、だって二人ともあんなに楽しそう。マヤ、あ、何やってんだよマヤ。あの夢本当だったんだ。遠い星空。ライブハウス、明日の夜クリスマヤのデビュー1周年のステージがあります。おう、あるある。そこに新庄隊員が現れると。はい、一連の事件の鍵は彼女が握ってる。そんな気がしてならないんです。どうなんだよ、前の様子は。それがいません。何？お前、あれほど目離すなって。もしもし、商品管理会、はい、しっかりしろこのボケ。佐藤家に帰ります。吉田さんです。早く探してこいよ。はい。吉田ちゃん、16日全然大丈夫だから。どうしてここに？
あなたのおばあちゃんに聞きました。そうしたら君は多分ここにいるだろうって。新庄隊員はどこに？あの人私の兄なんです。遠い昔に別れたたった一人の兄なんです。兄？私ずっと待ってたんです。あの人が迎えに来てくれるのをずっと昔から。お母さんはコロニーに移住するためにまだ幼かった僕たちを連れて遠い旅に出た。その途中で不慮の事故が起きてこの星に不時着した。その時のショックで生命維持装置が故障して。でも自分の星までなら何とか帰れた。ただし二人までは。どうして私だけ置き去りに？その時偶然にあの衝突事故が起きて死んでしまった地球の少女の体を借りた。その女の子は歌手を志しやがてアイドルになった。でもあの事故の時私は死んだんですね。え？今ここにいるのは遠い星から来た宇宙人、信じますか？大吾隊員、あなたはマヤさんをなぜ15年もの間すぐに迎えに来るつもりだったんだ。でもできなかった。できなかった？友好関係にあったナタン星が僕の星を侵略したんだ。母は殺され僕は脱走した。新庄隊員に乗り移ったってわけか。許してくれ。これからどうするつもりです？故郷へは帰れない。もうマヤさんを連れて帰れる星はないんでしょう。仲間と連絡が取れた。僕と同じ逃亡者たちだ。僕は彼らとこの宇宙のどこかに新天地を探す。そしてそこで妹とやり直す。今まで失った時を二人で取り戻すんだ。お前の旅はここで終わりだ。逃亡者は全て処理した。残りはお前と妹だけ。妹は何も関係ないぞ。我がナタン星正義のためお前らは死なねばならない。我々への反逆は死をもって償い。自由を踏みにじって何が正義だ。しっかりしろ。マヤちゃんが待ってる。
星が見える。星が。と一緒に暮らすんじゃなかったのか。大吾、俺はどうなったんだ。帰ってきたんですよ、自分の星に。そうか、帰ったのか。彼はどうした。俺は長い夢を見ていたのか。ずいぶん悲しい夢だった。私は自分の歌が全部好きです。でも私にはもっとたくさんの思い出が詰まった歌があります。その歌を今日遠いところへ行ってしまった私の一番大切な人に送りたいと思います。青い夜の記憶です。こんなのリハーサルないですよ。静かに。お前はここに残れ。どうして。もう一人ぼっちにしないって約束したでしょ。一人ぼっちなんかじゃないさ。この星にもお前を愛してくれる人がたくさんいる。いやよ。分かったよ兄さん。私ここに残る。マヤ。でもまたいつか会えるよね。会えるさ、きっと。さようなら兄さん。さようなら。なあ大吾、俺は役に立てたのか。はい。ならいいんだ。
出した地下廃棄物によって巨大化した怪獣キングモーラットが動物園に現れた。この怪獣に今生きる権利が問われる。次回ウルトラマンティガ怪獣動物園、お楽しみに。